馬がもう大好きになっちゃって、でもうずっと馬と一緒にいたくて、で馬も欲しくて、で海外でもトレーニングしたくて、そのために私は事業を起こしました。初めて乗った時は大きな馬を自分が動かしているっていう、そういうのにすごく感動して、これはもう乗りたいっていうふうに思いました。リオ五輪とアジア大会で一緒にコンビを組ませていただいたトゥッツという馬を亡くして、改めて思うのは、やはり馬は物ではなくて生き物、無限ではないなって。東京オリンピックっていうところが、まあ、手に届くところにあった時に、そこばっかりを意識をしていた。で本来のやっぱり原点、馬に乗っていると楽しい、そこをやっぱり忘れてた気がするんですよね。馬の死を経験をして選手として成長したかなっていうふうには思ってはいます。どんな馬に乗っても馬がこう感じていることをすぐに汲み取れるライダーになりたいなっていうふうに思っていて、馬と楽しくダンスをしたいです。それが私の今後の目標です。私は馬場馬術選手、黒木茜。